さあ今回新しいストーリークエスト、ケルベロスのストーリークエストがやってきました。ということで最初のミッション、いつもの通りね、戦術の水鏡を使ってケルベロスと話す1回ですね。はい、戦術の水鏡はもういつもの通りこの4箇所です。この場所ですね、こうどこでもいいです、どこに行ってもいいですので、この4箇所のどこかに向かいましょう。僕は、分かりやすいここに行こうと思います。はい、この戦術の水鏡に話しかけましょう。誰と連絡を取りたい？ケルベロスです。ケルベロスが呼んでいる。ゼウスにはお前の行動に関する情報を探ってほしいと頼まれているんだ。この指示を無視してやってもいいぞ。俺に手を貸すならな。何か悪いこと考えてるのかこいつ。我が主に強力な異物を託されたのだ。だが運の悪いことにどこかへやってしまってな。さあいい子だから異物を取ってこい。失敗したらゼウスにお前が何を企んでいるのか話すからな。ということで、どうやらね、このケルベロス、ハデスから強力な異物を預かったけど、その異物をなくしてしまったみたいですね。ということで、そのなくしてしまった異物を探し出すクエストのようです。とにかく何でも撃破し、異物を持っていないか確認する。20ですね。とにかく何でもいいから撃破。何でもいいってなんだろう。まあ一番簡単なのは冥界とかブログラーバトルグラウンドでボスの時に現れるね、あの雑魚 NPC を倒すのが一番早いと思いますので、そっちに行ってみましょう。まあ、とにかく何でもいいから撃破しと書いてあるんで、ケルベロスのあの狼とかでも良かったりするのか確認してみましょう。こいつらでもカウントするんだったらありがたいですね。あ、カウントしてる、カウントしてる。これはありがたいっすな。 OK、 プレイヤーを倒すのはめんどくさいので、こういうねボスとかを利用してガン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 雑魚 NPC を倒してカウントしていきましょう。 OK、 これでクリアですね。20体倒しました。さあでは次のミッション、スティクス側が見える風車の下に置いてきたんだっけ。ということで、あれ、次のクエストいっぱいありますね。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。ということで、じゃあ、一個一個していきましょうか。ステージ3の1個目ですね。スティクス側が見える風車の下に置いてきたんだっけ？ということで、あ、でも、そっちじゃなくて、もう一つの方だって言ってるんで、これも、まず違いますね。違うんだけど、スティクス側が見える風車なんで、多分、ここかな？ここに風車があって、スティクス側が見えてますので、ちょっとそちらに向かってみましょう。OK、風車のところにやってきましたが、あ、ここ来るだけでクリアですね。そしたら、ここに到着したらね、ステージ4が出てきて、ジ・アザー・ウィンドミルで異物を掘り出すということで、ジ・アザー・ウィンドミル、ここですね。ウィンドミルイコールこの風車の、この粉引き所のことをウィンドミルと言うんですけど、このウィンドミルのところに出てきたこの山を掘り当てましょうか。出てきた！何これ？犬のおもちゃ！なんか伝説の武器かと思ったら、犬のおもちゃって書いてある。ということで、犬のおもちゃを収集します。OK。おっと、異物じゃなかったか。それは俺の棒だ。間違いみたいですね。じゃあこれどん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 こうやって探していかないといけないみたいですね。次は、すべての中心にある草が生い茂った島だったかも。すべての中心だから、マップの中心にあるここに行ってみましょうか。次は。ここかもしれないと言ってますね。さあ、ということで、池の真ん中の島にやってまいりましたが、ここでいいのかな？あれ？どこだ？ここじゃないのかな？ここじゃないならどこなんだろうね。すべての中心にある、すべての中心、ここだもんね。草が生い茂った島だったかも。島？もう一回こっちの島行ってみる？あ、ここみたいですね。なんか、文言出てきました。ということで、じゃあ、わかるかな？皆さん。はい、マップの中央にある、この大きな湖の、こっちの島じゃなくてね、こっちの島の方ですね。こっちの島のところに出てきます。どこ？これ、ワンワンということで、なんだ？盾みたいなのが出てきた。あ、これ、あれじゃん！メデューサの盾じゃん！これ、ギリシャ神話の英雄が持ってた、メデューサの頭が封印された盾じゃん！これ、これをね、見せつけたらね、相手が石化するっていう最強の盾だと思うけど、犬のおもちゃって書いてあるな。やっぱりそうか。お、そのフリスビーを探してたんだ。なんて書いてあるね。これフリスビーじゃなくて、英雄ペルセウスがメデューサを倒して、メデューサの首を切って、メデューサのね、首をね、盾に封印したんですよ。なので、メデューサの能力を持ってる盾なんですよね。これが強力な異物だったみたいですね。あ、違う。でもまだまだ続いてるな。雪の近くに置いてきたんだ。みんなが美味しい骨を埋めるとこ。みんなが美味しい骨を埋めるとこ。雪の近く。雪の近くでみんなが美味しい骨を埋めるとこってどこ？あ、骨を埋めるところだから、墓場のことか。ここか。クラッシュコート左下にある墓場のことの可能性ありますね。ちょっと次の街に行ってみたいと思います。さあ、ということで、雪の近くの骨が埋まっている場所、墓場にやってきました。どうだ、ここなのか。あ、ここみたいです。オッケーオッケーオッケー。危ない。さあ、そしたら、この墓場の横のところ、この場所ですね。墓の横のとこ、ここに山がありますので、掘りましょう。なんだこれ。あ、
これエルメスの靴じゃん。これ履いたらね、空が飛べるっていうね、ギリシャ神話に登場するエルメスの靴ですね。これを収集しましょう。あ、これも違うらしい。お気に入りの噛むおもちゃと間違ったとか言ってますけど。さあ、そしたら次のミッション、あ、ステージ5に飛ぶみたいですね。なんかさっきさ、なんか任意ステージ、まあクリアしてもしなくてもいいクエストでアレスとゼウスをね倒すっていうクエストあったんですけど、これは任意ステージなのでしないでいいみたいです。あ、もしかしたらこれ場所がわからない人がこれをクリアするのかもね。この風車とかこの島とか今墓場とか今謎々みたいになってたけど、この謎が解けない人が、アレスとかゼウスを倒して次のステージに進めるようになってるみたいです。まあ今回ね謎が解けたんで、そのままステージ5に飛べるみたいですね。はい、先日の水鏡を使ってハデスと話すということで、はい、最初と同じですね。マップ中4箇所にあるね、このどこでもいいですので、このどこかの、先日の水鏡でケルベロスとまた話しまーす。なんでなんで、はい、異物をなくすなんてなんて悪い犬なんだ、ハデスにめちゃくちゃ怒られちゃうよってケルベロスがビビってますね、ハデスに。はい、ということで先日の水鏡着きましたので、ここでまたケルベロスと会話します。英雄よ、よく来た。あ、今度ハデスと話すんだ。え、認めよう、ケルベロスに手を貸してくれるとは実に親切だな。ケルベロスの遺物はゼウスが怒り狂う間安全に保管するため私が預かったのだ。お前が預かってんのか。どうやらあれを取り上げたことで動揺させてしまったようだな。そして自分の手で見つけようと必死になっている。ん、もしかしてゼウス必死になってそれで人間を滅ぼそうとしてんの。あいつの異物の匂いをお前につけてやろう。ケルベロスに会いに行け、あいつと遊んでやるんだ。溜まっていたエネルギーを発散させればお前についた匂いを嗅ぎつけて痕跡をたどり始めるだろう。なになに、あのゼウスの怒りとケルベロスがなくした異物と関係あるの。ということで次のミッション、ケルベロスを倒して追跡の能力を得る1回ですね。ということでグリムゲートにいるケルベロスを倒しに行きましょう。さあ、ケルベロスはこの像を倒すとケルベロスが出てきます。はい、まずは狼を全部倒してしまいましょうか。ちなみにね、前までね、ケルベロス、ここにね、金属とか置いて、ケルベロスがね、ここにね、挟まってね、はめ技で簡単に倒せてたんですけど、それ使えなくなってますね。アップデで直しされちゃったみたいです。で、ケルベロスの倒し方は、一旦このね、緑色の水に入って、遠くから撃ちます。遠くから撃って、あそこにはまってる。あそこにはまってんな。で、近づいてきたらね、ケルベロス、アンダーグラウンドダッシュで逃げるっていうのがね、やり方なんですけど、そこに挟まってますね。こんな裏技があったなんて、あそこに車を置いたら挟まるみたいです。 OK、 これで倒してこのクエストクリアでーす。さあ、それでは次のミッション、匂いを追って異物を回収する9箇所ですね。なんかさっきハデスが言ってたね、ケルベロスと遊んでやればなんかケルベロスの嗅覚が復活して、匂いをたどれると言ってましたので、じゃあ探しに行きましょう。どうやって探すんだ。まずここなのかな。ちょっとじゃあ行ってみましょうか。プレザントピアッツァ1箇所目ですね。プレザントピアッツァに向かいましょう。さあ、プレザントピアッツァに到着すると、ここに何か、なんかおならみたいなのが出てます。これが匂いかな。ここに行きますと、あ、ここ、階段の登るとこ行ったら、次、ここですね。このまま下の方行きます。2箇所目。3箇所目、左に曲がります。まっすぐ行って、4箇所目。はい、5箇所目。で、6箇所目が扉の方。で、7箇所目がこのカウンターのテーブルの上。8箇所目がまた扉。で、最後、9箇所目。あ、テニスボールがある。これが異物なの？意味わからん。俺のボールだ。ワン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 。やっぱお前の遊ぶボールじゃねえか。また違うのこれ。なんで英語なんだけど。リターンザアーティファクツ、ケルベルスドッグハウス。ケルベルスの犬小屋にアーティファクト、異物を持って帰る1回ということで、またケルベロスの場所に行かないとダメみたいですね。はい、ケルベロスのグリムゲートに戻ってきました。ケルベロスのグリムゲートのどこが犬小屋なんだ。ここが犬小屋。あー、確かにベッドあるもんね。ここがケルベロスの小屋みたいです。はい、冥界のね、冥界っていうかグリムゲートのね、真ん中上のところですね。で、ここに、異物を返すということで、ここにボールを置いてあげましょう。よいしょ。お前の企みは黙っといてやるということで、異物ってケルベロスのおもちゃのことだったの？全然意味がわかんないんだけど。まあ最後、先日の水鏡を使って預言者と話すということで、またね、先日の水鏡のところに行って、ケルベロスとお話をしましょう。エルメスの靴とかさ、ラーの鏡の方が圧倒的に異物感あったけど、結局、テニスボールの方が異物、本物の異物だったなんて意味がわかんない。さあ、それでは先日の水鏡やってきました。ケルベロスかな？ゼウスには多くの敵がいる。中には戦いを好む者もいよう。ゴルゴンを見つけて。ゼウスの書を見せるのじゃ。ゴルゴン、味方についてくれることじゃろう。
ゴルゴン三姉妹のことが、これも辺もね、ちょっとストーリー解説動画で話しますね。ああ、もうこれで終わりなんだ。オッケー。ゴルゴン三姉妹にゼウスの書を見せつけて何か、ストーリーがすごく動き出すみたいですね。ということで、次のスナップショットクエストまで2週間後なんで、アップデートが来て、またストーリーが大きく動くみたいですね。そして次のクエストのね、メデューサはゴルゴン三姉妹のうちの一人なんで、でね、このメデューサがペルセウスに殺された神話は嘘だった。本当はペルセウスに助けられたね、みたいなね、そんなことを言っておりましたので、それもね、ちょっと、今回のストーリーの解説動画で詳しく語らせていただきたいと思います。ということで、なんか、ゼウス以外全部の神、例えば今回、ケルベロスとかハデスとか全部神様が味方についていくみたいですね。これでだんだんゼウスを追い詰めるというか、ゼウスに心を入れ替えてもらって、世界が救われるみたいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとでも参考になった方はよかったら、チャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポート、たくまんに、ぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。